2012年10月から2013年3月までテレビアニメが放送された。2014年1月時点でシリーズ累計発行部数は180万部を記録している。水名芸術大学附属高校の学生である神田空太は高校1年の夏に学生寮で猫を飼っていたことが発覚して校長に呼び出され猫を捨てるか。 桜草に移るかの選択を迫られた。大の猫好きで権威に逆らってみたかったソラフト氏は、猫を取って、寮を追い出され、悪名高い桜草へ移ることとなった。やがて春になり、水光に編入してきた世界的天才画家のシーナ、マシロが桜草へ入ってくるが、彼女の常識の無さに、ソラフト氏は振り回されていく。 登場人物名は実在の鉄道駅名から、空太が飼っている猫は、新幹線の名称から付けられている。七巻で、それぞれ新旧、卒業する。担当声優は、ドラマ CD 版、テレビアニメ版共通。三崎、とし、七海らの便宜上、元桜層に順じる人物も、桜層に明記する。電撃文庫館、全13巻。 電撃ジーズマガジン2011年4月号より連載開始。後に電撃ジーズコミックに移籍し、ボリューム14まで連載された。全8巻。作画は草の放棄。公式サイト立ち上げと共に発表された。2012年6月28日発売。担当声優は上述の登場人物を参照のこと。風入物はドラマ CD。 鴨志田はじめ書き下ろし小冊子、桜葬儀時録風、クリアブックマーク3セット、差し替えブックカバー3セット。2012年10月から2013年3月まで、MBS、東京 MX、TBK、テレビ愛知、アニマックスにて放送された。全24話、MBS とアニマックスが共同で、制作委員会に参加。 MBS の未同局携帯サイトにて名場面投票を実施していた。原作の中でシンプルなおかゆとしか書かれていない料理がテレビアニメ版で同シーンにあたる第6話において韓国料理のサムゲタンに入れ替わった。唐突に韓国料理が登場したことに対し一部のファンからはこの改編はアニメ制作側に韓国文化を広めようとする意向があったのではないかと。 見なされ、ネット上で批判が相次いだり、テレビ局への非難が殺到したりするなどの騒動に発展した。この改変の理由について、アニメ制作会社の人間は、活字上では、おかゆを美味しそうに描けても、アニメでは白いおかゆはシンプルすぎて、美味しそうに描くのは至難の号、かつ、映像表現としての、 翻訳は制作サイドの教授だからとの見解をツイッター上で示している。また、同人物はステルスマーケティングの可能性について実際の反則アニメはもっとうまく効果的にやりますとして具体性のないありえない事象と一周している。なお、桜草制作委員会の所属するメディアファクトリーの広報担当は制作意図についてはお答えできない。アニマックスは 韓国推しの意図は一切ございませんとしている。桜草のペットなラジオのタイトルで2012年9月29日から2013年3月23日まで超 A&G で配信された。アニメイト TV でも10月6日から配信された。いずれも各週土曜日配信。パーソナリティは血の愛高森夏美。ありがとうございます。